皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーと。そうです。お願いします。お願いします。今日はですね、この2人で卓球チームからやります。今日はシャークは練習相手じゃないです。また新しいパターンですね。はい。普通にやってもらおうかなと思うんですけど、はい、今日はですね、試合で、実戦で私たちが試合で実際使ってるサーブ、そう私たち試合ではどういったサーブで得点を取ってるのか、はい、もしくはどういったサーブで3球目、はい、攻撃に結びつけてるのかとか、はい、そういうのを、2人でちょっといろいろ話をしながら実演、はい、やっていこうかなと思います。私はですね、とりあえず試合で一番よく使うのは横回転の速いサーブを使います、はい、長いサーブを使います。横回転の長いサーブが一番多いです。まず最初に一番横回転のこういうサーブですね、うん、もういつも皆さんやったら YouTube の動画 そうですね、こういうサーブです。もう加速スイングさせて横系の長い、短くは出さないです、長く出します。横回転でバック側に非常に回転を強くした状態でバック側に、うん、の奥の方に送っています。で私はね、これで切れた横回転、これ切れてますね、実際かなり切れてる横回転の速いやつと、あと試合中よく使うのがそのまま最後に逆回転に変えるっていうのはですね、ギリギリで逆回転とギリギリで重横っていうね、こういうのを結構試合中で混ぜながらやっています。なので、まあ、相手にも結構絞られないようにはやってるんですけど、なので横系のサーブを短くは出さないんですよ。やっぱめっちゃ切ってるんで、はい、サーブエースがまず取りやすいっていうのがあるんですよ、これ。まず一番に、はい。はい。まあ動画では編集で切っちゃうんですけど、結構サーブエース武器になってるんで、はい。やっぱ長く出した方が、短く出すとサーブのスイング弱まるので、回転量弱まっちゃうんですけど、長く出した方が、こうやってめっちゃ振れるので、うん、結果的にはめっちゃ回転が増えるので、サーブエースが増える。で、あとですね、私の、一番の得意な武器っていうのは、私の一番の武器っていうのが3球目で強い回転のループドライブで攻めるっていうのがあるんですよ。ループドライブで攻めるために、逆に切ります。切った方が攻めるために切る、そうですね、サーブを切る理、実はですね、3球目のドライブかけるときに、ループドライブを強くかけたいときはナックルサーブは出さないんですよ、うん、ナックルサーブを出すとループドライブ、これを使用するとレシーブの回転がないので、ループドライブ回転が弱くなっちゃうんですね。回転がないサーブは下から上振ると上げすぎちゃうんですよね。かけ落ちたらかかってないから上げすぎてやって、やっぱ強いループドライブってのは難しいです。下から上に振ったら上がっちゃうので、やっぱ切れてないサーブ出すと切れてないレシーブが来るので、ループドライブで強く回転をかけることができません。なので私は逆に切ります。回転を強くすると切れて返ってくるので、回転を強く横出すとめっちゃ切れてくるので、めっちゃ切れてくるので、それをめっちゃ切れてくるので、それを当てるとこうすごい強い回転がかけられます。なのでサーブは切った方が私は好みですね。サーブは切った方が、で、さらにですね、このバックに深いところにこの横とこう逆横をこう出している理由は、コースを半面に限定させることができます。まあ、シャー君のあれとも一緒ですよね。コースを限定させるっていうのもよく言ってるんですけど、まさにですね、私はこのサーブをやるとバック半面に返ってくることが非常に多くてですね、まあ、半面待ちしてるんですよね。フォアハンドが武器なので、やっぱサーブ出したときにバック側半面で待ってます。まあもうネタバレですね、完全に。じゃあフォアにやろうってやるじゃん。でも大体、皆さんこう、サーブ出したときに、ショートサーブ出すと結構こっちとかにやる、回転量が少なかったりしてやられちゃうんですけど、バック深くに出すと、サーブの勢いとかがあるので、クロスに返ってきやすいです。なので、ほとんど私、バックハンドが振れないのに、フォアでもそこそこ勝てる。状態がある程度できているのは、バックハンドがある選手に対しても結構いい勝負ができたりするのは、サーブがですね、サーブがほとんどこう、なんですかね、バック半面に集まるようなサーブを出していたっていうのがありますね。だからバック半面に集まりやすい。だから
私いつも試合動画の時もこういう待ち方多いですよ。サーブ出したらすぐバック側でこうやって待って、なのでこれで、なのでこれで切ってバック側で待つ。はい、なぜ私はショートサーブじゃなくてバックに長い横回転を出すかっていうと、やっぱさっきの言ったそのバックに深いところだとスイングがやっぱ強く出せるのでより回転が増えます。やっぱ短く出すと弱くなっちゃう、あんま切れないですよね。なのでこうやって今シャークみたいにフォア側に飛ばされちゃってる、結局前面で待たなくちゃいけなくなっちゃうんですよね。なので短く出して前面にやられるんだったらバック深くに思いっきり振るですね。バック深くなんで結構スイングいきます。なので回転量が増える、なのでサーブエースも今みたいにこう切れるので増えるます、うん、サーブエースも増えるからよしって感じになるし、コースもクロスに集まりやすい、しかも切れてくるから今みたいに超ループで先手を取ることがしやすいというので、私フォアハンドしか持ってない状態でもバックハンドがない片面だけしかない攻撃技としてはないんですけど、レシーブを大体ここの半面に8割ぐらい集めることが今のでできるので、もちろんこっちの逆回転も一緒です。こっちの私やる最後にこっち逆にで、これもバック側に返ってくる可能性高いです。どちらの順横逆横、もうどちらもですね、バック側にバック深くに強く横かけると、こうちょっとかけたりとかのっけとかするので、ほとんどクロスに返ってくることが非常に多いので、でさらに横が強ければ強いほどこっち反面に返ってくる可能性もうどんどん上がってくるし、サーブエースも増えるし、でループドライブの回転量も自分も増えるしっていうので、どんどん質が高くなります。なので私はちょっと話長くなったんですけど、バック深くに横回転と順横を出してこっち半面待ち、前面も待つのしんどいんで半面待ちでフォアハンドだけでも先手が取れる状態っていうのを作っていました。で、あとですね、他に目くらましとしてフォア前に短いサーブも出します。まあ、バックに出しておいて慣れられたなと思ったらそのままフォア前に出すとかですね。やっぱりフォア前は効きます。やっぱこう巻き込みとかで同じ振りでできるだけ、はい、バックフォア前に集めさせてですね、はい、こっちでもいいです、順横でもいいです、順横とかでも、はい、フォア前にたまにやって、でさっきのバックフックってやると、はい、やっぱ一番こう両方に逃げるような感じに一番遠い位置なので、フォア前ありきのバック深いになると相手はこうなるので、まあ、試合中私はあっちバックが慣れられたなと思ったらフォア前に出してまたバック深く潰すっていう、そういう潰し方、フォア前やって深くやって、はい、でやれば大体またバック側が効き出す、こっちがあるのと思ってこっちもあるって思うと、なかなか両方とりあえず合わせてクロスに返してくれることがよりこっちの方しやすくなってくれますので、一通り出してなられたら真下のブッチ入れます。真下、まあ下回転のブッチ切れですね、こうめっちゃ切ったやつですね、こういうのを、まあ、2バウンドで短く出すか、まあ、ちょっと長く、まあ、相手によ よるんですけど、相手が長く出して打たれるような人だと短く2バウンドで思い切ります。で出しても大丈夫な人だったら思い切り長く切ります。はい、でめっちゃもうその時はもうバレてると思います、もう下っていうのが、あ、これめっちゃ切れてそうな下なんですけど、もうこの切れたやつがある中に横回転があると相手の角度がバグってくるんですよね。少しこの一応この一番この真下のブッチ見せといて、はい、見せといてめっちゃ切れてるのあってからのまたこう横回転とかあってですね、を混ぜると相手のラケットがさらにバグります。横重視で来てたところで縦回転入るとバグります。なのでそれを混ぜ込むってことですね。ギリギリで変える、で伸びるやつ、巻き込みも伸びるやつとこの下系が入る止まるやつとか、そういう変化は普段入れてます、結構入れてます。下系のやつと伸びるやつとかですね、はい、こういうのももちろん混ぜてます。短い2バウンドサーブ使ってないんですよね、あまり短い2バウンドサーブはきっちり使ってないっていうのが、まあ大丈夫、上手い人も増えてるしそうなんです、あんまりなんかきっちりショートサーブっていうのは結構難しいですね、最近。逆にですね、私もやっぱ格上に対してとか短くサーブ出すと逆に大丈夫のチキータされたりとか、ね、細かいタッチだとやっぱその上手い人ってタッチの差結構多い、タッチ差出るよね、そこが一番差が出る、ここの感覚がやっぱ
そのなんすか、やっぱ小学生スタートの子たちは代表のタッチが練習すごいしてるとか、はい、そうですよね、違いますもんね、うん、タッチが。なのでよりそこで短くサーブ出して、そしたら相手の展開になっちゃうので、うん、だから逆に今のこのバック深くに順横の速いやつ出して、で相手がですね、たとそれを打ってきたとします。で打ってきても大体クロスに上がってくるので待てるんですよ。で私の得点源ではそのカウンターっていうのがあの武器なので、カウンターが武器なので、もうわざとバック深くに長く出してかけられたのをカウンターする。このシーン多分試合あの YouTube の動画でも非常に多いですよね。サーブ出して かけたのカウンター、もうこれ得点源なので、あなので逆に長く出した方が展開いいですよね。こういう手は、はい、短く出した方がきっちりきっちりやられて、チキータされた方がなんか振り回されちゃうんで、両ハンドで。なのでバック深くにと、でしかも回転増えるし、クロスに待てるから、こうカウンターの待ちもほとんどクロス待ちでいい。まあたうん、だからこういう感じですね。だから強い人にもですね、この戦い方、自分の卓球カスタムには超、大事です。はい。おい、じゃあシャー君、ごめんなさい、話長くて。相手が強かったり、フォアハンドしかない時とか、フォアハンドしかないので、なので、もう反面待ちしたいので、今みたいなサーブ戦術をやると、結構、レシーブをこう黒こっちの方に半分、2分の1で待てばいい状態に、させることができるので、そういった、サーブ戦術をやってます。サーブエースも増えるから、よしって感じになるし、コースもクロスに集まりやすい。しかも、切れてくるから、今みたいに超ループで、先手を取ることがしやすいというので、私フォアハンドしか持ってない状態でも、で打ってきても大体クロスに上がってくるので待てるんですよ。もうこれ得点源なので、あなので逆に長く出した方が展開いいですよね。こういう手は、はい、まあ自分もそれこそ本当に1枚しか張ってないんで、うん、まあ、フォアハンド主戦でやっていくから、うん、まあ、やっぱりボールがこっちに欲しいっていう考え、うん、フォアハンドが強いからフォアじゃないのかって言われると、ちょっとそれはね、打ちやすいんだけど、いい球を打ちづらいっていうところがあるじゃないですか。そうだね、うん、確かに。こっちの方がこうスペースがあって、うん、ドーンっていけるとか、そうだね、はい、打ちやすい。こっちの方がね、ドーンっていけるよね。ドーンっていけるっていう部分もあるので、そういったところでフォア主戦の人はこっち側で待ってる人がかなり多いと、うん、こっち側に引き寄せる、サーブっていうのを結構大事にしてると、うん、で自分は割とこういったらあれですけど、うまい相手がテクニックがあるっていう前提でサーブを組み立ててる。ああ上級者だね。まあ、まあ、上級者、それが初中級者でどっちもいいんですけど、うん、まあ、相手がうまいだろうなっていう前提でサーブを組み立ててて、うん、基本的にはもうフォア前とバックオークにサーブを出します、うん、で、お回転は下回転系が多いですね。あ、下回転系だ。下回転系が多いです。おなるほど。というだけで、まあ、グッズさんもさっき言ってたみたいに、まあ、上も出すし下も出すけどっていう、うん、コースの配分としてはフォア前とバックオーク、うん、でそこが読まれてきたらちょっとこうフォアオークとかバック前っていうバック前ミドル前出すけど、基本的にはここが多いですね。じゃああれ、じゃあシャークあれだね、ここだあんまバック前に2バウンドとかきっちり出さないですね、今は。あんまり出さない。出さないですね。あんまり出さない。昔は出してましたよ。今はって感じです。あ、そうだね。その昔はやっぱりこう回り込んでピッてレシーブするから、うん、こうやったらこっちが開くとかあったんですけど、まあ、今こうやって取られるから どこもスペースが開かないから、そのスペースを開けるためにやっぱこっちに、こことここ、うん、っていうのが多いですね。うん、で、まあ、最近の自分の旬はフォア前はフォア前でもちゃんとここら辺を狙うっていうところが、なるほどね、端っこと、はい、このピッチリ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 、元ほぼ白いラインっていう、本当にフォア前を狙うってこと、ね、本当にフォア前を狙うっていう、あ今確かに前はちょっと違ったんですけど、違ったっていうか大雑把にやってたんですけど、うん、やっぱここのフォア前とここのフォア前って結構違ったりするんで、うん、そうだね、こうやっぱ遠いよね、あっちのフォア前だと、はい、こっちやっぱ足、あーミスター足入らなきゃって思うの、やっぱそうなんですよね、うん、なので今はちょっと若干練習中っていうところもありますけど、うん、
をこう足を運ばせるような感じになりやすいね、はい、こっちやしね。でなるべく下回転を切る。おお、あのやっぱ狙ってるんですごいちょっと緊張したりとか力入ったりするんですけど、うん、なるべく切ります。おお、下を、うん、っていうのもな、あのそれもやっぱりこっちに早いレシーブとかを、うん、の選択肢をどん選択肢の確率をどんどん消すために、うん、なるべく下回転を強く切ると。ああなるほどね。それで長くね、はい、あれなんだね、帰ってくるようになるんだ。こうツンってこうツンって反応するよね。これがちょっとなやっぱ少し弱いとポンって止まったりとか、うん、あのそのままフッて押し込まれたりするんで、うん、そうだね、そうだね、うん、なるべく切ったサーブ、うん、なるほど、ね、確かにね、っていうので確かにそれはそれ長くなりやすいよ。こうなっちゃう。うん。わあ。こういうもう自分も結構狙い、うん、最近狙い、ね、もう狙いに行って、まあ来たとしても、あ、ごめんなさい。うん。うん、まあ頑張って追いつけるかな程度。うん。まあ、テクニックがある前提なんで、全然こっちで待ってると思われたら、やっぱりこう来たりとか、うんうんうん、あのなるべくストップされたりとかも。ああ、なるほどね。するんですけど、それでも。うん。まだ自分が優位に展開できそうなサーブっていうことで、うん、おお、そうだね、ここをやっぱ狙っていくと。あ、今の今です、今ね、今の話ナイスね。うん、ナイス。確かに現代の卓球にもね、みんなそこに出す率高上がってるもんね、かなり上がってると。ここが強く、ここがやっぱ上手い人が増えてきた、ね、増えてきてるっていうので、ね、すごくフォア前っていうのはやっぱり、あ、まあ、時代にマッチして、まあ時代にサーバーマッチしたけど自分のプレイスタイルはマッチしてないっていう、そこがちょっと辛いところですけど。いやいやいや、まあね、そう、まあ自分もそうか。持ち方的にしゃあない。自分もフォアハンド姿勢ってのはしゃあないんだけど、ただなんとかね、座りたいとかね、コースを限定させる方向にね、こう自分が頭で工夫しながらとか、で、もう本当にここがありつつの、ああこっちね、これですね、お決まりのパターンね、このこっちこういうね、はい、びっくりするね、両方両待ちしなくちゃいけないじゃないですか。うん、おね、もうほとんど僕やばい、そっち行くもん。ほとんどそっち行っちゃうし、まあ、それこそバックが上手い人だったら、自分はそこまでカウンターが得意とかじゃないんで、うん、こうやって起こす、あ、ごめんなさい、起こされてきたら、あー、なるほど、いいね、相手がちょっと上手いと思ったらポンって、あ、まあそれができる人はそれはそれでいい、回しはうまくできないから。回り込み、はい、自分はそんなにこうカウンター得意じゃないですけど、ショートでポンって回すのはそこまで苦手じゃなかったりするんで、うん、あ、そうだね、上手い、ね、ショートが上手いイメージだとか、こう、うん、これでこうピューンって潰したりっていうのを、ね、もうここですかね。いや、いいと思う。そこがうまくいかないなと思ってからだったり、この2点待ち、上手い人になると2点待ちぐらいだったら崩れなかったりするんで、うん、その中でこういうのとか、これも縦回転だったら普通にカーンって打たれるから、横ちょっと横に入れたりっていうところが、まあその時のコンディションっていうかあるんですけど、まあ技術が追いつけばこういうふうに、まあ起こさせる、まあとにかく相手に折って起こさせるっていうのは一番ですね、基本。あの自分自身がそのサーブで騙したりとかっていうのはあんまり得意じゃないというか、なんか分からねえよみたいなのがすごい苦手なんで、こう、まあ、あれこうサーブ単体で出してエースを取りまくるという状態ではない。取りまくるのはなんかすごい苦手だから、まあ、ペイントランでもその、どちらかというとそこからがフォアハンドだもんね。なんか、なのでの打ちやすさだもん、サーブのコースの組み合わせと、うん、サーブ3球目の組み合わせで考えて、とりあえず相手がおって、うん、おってなれば、こっちにおってなってくれればもうそれでいいやっていう感じで、こっちに切ったサーブと、いいっすね、こっちに起こさせるサーブと、いや結構嫌だな。あとはまあその中で、うわ、若干逆っていう、まあ、うん、じゃあ、なんか自分も結構やっぱ似てて、似ててびっくりした。別に特に2人で合わせてこう同じサーブを出そうねとか同じ合わせてないですけど、まあまあ、あのボール地点がこうなんで、そう、フォアこうするためにね。だからほぼほぼ一緒っすね。ほぼほぼ一緒なんで、まあその中で本当に下回転に対してコースの対応がされてきて、今度回転の対応、こういうふうに回転の対応下に対してされてきたら、ちょっとこうこう行って、うん、またこうやって変えると、ちょっと変えると、回転数サーブ数を変えるですね。ああ、こう行って、ああ YG ね、やったりとかね、こう行ってこう
こうでバーンっていう、もうひたすらそこですね。そこ回すってもうそれをぐるぐる回す。まあ一応今右シェイクを想定して話してるんで、まあね、左の時はまた違ったりとかバック表とか、うん、粒とかになったらもうそれはもうポンポンやって出しますし、まあもうナックルロング行きたくてもいいぐらいやろ。どんどんロングサーブ出すしっていうので相手によっては変わるんですけど、基本的にはバック側にボールが折って起こされたボールっていうのを誘うためのサーブの使い方とサーブの構成で、こっち来たら頑張るっていう、うんそタイプ的にはすごくなんかやっぱフォアハンドで行かなくちゃいけない2人なん で、ね、なんかコースを反面にこう限定させるようなことは結構似てましたよ、うん、びっくりしました。それでやっぱショツーバウンドの短いサーブって意外とそうです、ね、ここバック前にツーバウンドって意外と出さないんだなって思いましたね。やっぱフォアも同じぐらい攻撃力があるっていう、はい、バックハンドの力がある人だったら、まあ、ツーバウンドサーブからで、うん、バック前にツーバウンドから入って台上攻撃から両ハンド振ればいいのかもしれないですけど、はい、ただやっぱフォアハンド片方だけしか感覚がない、それがないっていうか片方が武器って方はそうですね、やっぱこうちょっとサーブの工夫がやっぱ必要になる、必要なんだなっていうのが、はい、コース限定させないと無理だよっていう、そうですね、全然で待ってたら打てねえよ、全然待ちは相手強くなるとなおさら無理だよっていうのがよくわかる、はい、2人のサーブの出し方だったのかなと、はい、思います、まあ、2人の実際のサーブでの効かせ方ですねなどを参考にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。